そっか、ヘルメットみたいなのやってるのとやってないのがあるんだね。ああ、そっかそっか。クロスをつけてる場合と、ああ、クロ つけてス。ない先頭は全部見たの？ん？あ、僕？うあ、何巻だっけ？全27巻？ん。ちょっとわからないけど、関数27が。巻は北斗の拳か。29巻だっけな。あ、全部見たよ。持ってるもああ。ん。だってうちに漫画本何冊あると思ってんのよ。今4000冊だからね。あるわ。見てない漫画もあるでしょ、でも。見てない漫画もあるでしょ。買っただけでっていう。買っただけで、ワンピースをクロコダイル編から一回も開けて見てないっていうね。クロコダイル編何年前だよって。相当前の感だよね、十何巻ね。そっからなんだっけな。クロコダイルが終わって、で、なんだっけな。なんか、雲の上の話みたいな。あったよね。あそこまでちょろっと走りを見たけども、やめたっていうか、まあ、止まっちゃっ止た。まっちゃって、そのまま、全巻持って、今でも全巻集めてるんだけど、もうコレクション、コレコクレションクになタってーじゃるっん。ていう。いや、いつか見たいと思っていて、読者じゃなく読者じゃなくて。まあ、コレクター気質の方がやっぱりね、あるのなかな。かなか高いだよね。でも、でも、読んでないのはワンピースだけ。他は全部読んでる。辻野さん、ワンピースをご覧になったことは？面白いよって言われて、ちょっとは読んだものの、やっぱりね、疲れる目が。年取るとね、あの漫画はきつい。結構文字も多めですもんね。うん、ちま他とち比まべ書るいてあっと。て。結構周りから勧められることも多いですね。今、面白いみたいな感じで。最近は、まあ、そういうふうな人とは会わないから。旬ですね。旬ですね。まあ長すぎるのも見る気がね、なくなるってのが書いてありますけど、鬼滅ってよく終わったよね。あれ、なんか20巻ぐらい？わからない。だ最終的には20巻前後でしょ？でもそれぐらいでだとね、そうね。全巻揃えようかなって気にもなるし。うん。まあね。昔はすごい短かったよね、昔の漫画って。そうですね。結構。20巻前後ぐらいで終わってましたようね。ん。まあ、あっさりじゃ終わるあっ感じさですり。ね。そうだね。長かったのって長いなと思ったもん。引き伸ばすもんね、やっぱり最近のうん。漫画は特に。手塚さんの「ワンダースリー」とか、あれ2巻で終わったんじゃないかな。2巻でしたっけ？ワンダースリーって。うん、もうそのくらいがちょうどいいよ俺。これで調べて書けば楽だね。新庄さんのスマホもちょっと映り込むんで、気をつけた方が。あそこ映ってないですよ。どこに？あ、映ってる。こっなんち？か、あ、出てたよ、さっき。こっちが生で映ってる。生放送。画角はほぼほぼ同じでしょ？ん？画角は。画角もそうなんだけど、あ、そうだ、画角もそうだね。うん。まあ、別に問題ないと思うけど。こっち亀。こっち亀のりょうさんとか、どうですか？りょうさん、亀。
一応かの方からお方から、ああでこんな感じの人が見てるということです。はい。はい。そういうことです。はい、そういうことです。まあね。画像に流れるし、これ以上見せないですから。大丈夫でしょう。眉毛が特徴的ですもんね。描きやすいですか？いや、描いたことないけど、難しくはないと思う。いろいろチェック入ってる？チェック入ってますね。チェック入ってますね。神の声が。変にリアルになっちゃった。この辺がいいのかな。なんか違うね。難しいな。若いですね。ねえ。あ、この辺、こんなに丸かったっけって感じがするんだけどな。こっちからもやっぱり最初の頃と全然違いますからね、顔が。最終回の絵ってこんなん。結構丸いんですよね。丸いよね。はい。結構やっぱ初期の頃は、結構実写っぽい、リアル風でしたけども。うん、辻野さんも描いていくうちに全然絵柄ってのは変わっていく。多少はね、変わるよね。さあ、どうな、なんでなんですかね、やっぱり。描き慣れていくと。あえて描いてる、描いてるってわけではないんですよね。あと時代というのもあるでしょう。その間、いろいろなもん見てるし。